あったあった時期が外れてるけどあったよ、まだこれ。はい、皆さんこんばんは、エルカチャンネルのショーです。いやびっくり。何がびっくりかって、もう11月も終わりですよ。これ知ってます？ちょっと話題になったやつなんですけど、悪魔のおにぎり、ハロウィンに合わせて出されたやつだったんですけど、確か先月で終わったはずなんですよ。それが今日たまたまコンビニに行ったらありました。つい買っちゃった。で、やみつきに注意って書いてあるじゃないですか。で、まあ俺も何が入ってるのかは知らないんですけど、ここにちょっと書いてあるのでちょっと読んでみたいと思います。見えないライトで、なんだ、天かす、青のり、天つゆ入りの混ぜご飯だそうです。やみつきになるのかな。それでは開けて食べていきたいと思います。やみつき注意ね、ほんとかな。あー、匂いは、なるほど、確かに天かすとかの匂いがしますね。ほら、こんな感じね、見えるかな。パッと見ても普通のおにぎりですよね。さあ食べてみます。やみつき？正直なところ俺はそこまでやみつきにはっていうか、なんかこう、なんだろう、わ、美味しいって感じには思えませんでしたね。何パターンかあるのかな。もうちょっとなんかがっつくえるのかと思ったんですけどね。どっちかというとちょっと脂っこくて、ちょっと俺は好まないかな。美味しいんですよ、美味しいんですけど、次も食べるかって言われるとそこまでなんかないかな。正直微妙です、俺には。まあせっかく見つけて、探してたやつが見つかったんで、ちょっと期待しすぎた分もあるかもしれないですね、これが。ということで、まあ最後までちゃんと食べます、食べます。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。